ドレスデン爆撃、ドレスデン爆撃、ドレスデン爆撃は、第二次世界大戦終盤の1945年2月13日から15日にかけて連合国軍、イギリス空軍及びアメリカ陸軍航空軍によって行われた、ドイツ東部の都市、ドレスデンへの無差別爆撃。4度に及ぶ空襲に延べ1300機の銃爆撃機が参加し、 合計3900トンの爆弾が投下された。この爆撃によりドレスデンの街の85%が破壊され2万5千人とも15万人とも言われる一般市民が死亡した。1945年初頭から連合国の軍事、政治関係者はドイツへのソ連軍の進軍をいかにして空から援助をするかを協議していた。初期の計画ではベルリンをはじめ、 ソ連軍の前に立ちはだかるいくつかのドイツ東部の都市を爆撃するというものであった。こうした爆撃には以前にも計画があり、1944年にもベルリン他東部の諸都市を数千機による空襲で壊滅せる計画、サンダークラップ作戦が立てられたものの、ドイツ都市の完全な壊滅を求めるイギリス側に対するアメリカ側からの難色で破棄されていた。1月26日、 英空軍大臣、チャールズ・ポータルは、都市への大規模空爆は、ドイツ東部からの難民避難を混乱させるだけでなく、西から進むドイツ軍の勢いもそげるだろうと、書き残している。しかし石油生成工場、航空機製造工場などの破壊が第一であり、爆撃機をこれ以外の目的のために消耗に、さらすべきではないとも考えた。英空軍長時のノーマン・ボトムリーはこれを受け、 絨毯爆撃の熱烈な支持者であった、英空軍爆撃機軍団司令、アーサー・ハリス、別名、ボーマー・ハリスに対しベルリン、ドレスデン、ライプツヒ、ケムニッツに、気象条件が整い次第爆撃を行い、これらの都市を混乱に陥れるよう命じた。首相ウィンストン・チャーチルは、同じ1月26日、もはや、ドイツ東部の都市は適切な標的ではないと考えるが、どうか、 空軍側に尋ねたが、翌日、空軍はドイツの石油基地攻撃のほか都市爆撃も行い、東部戦線を混乱させるつもりであると述べた。一方、イギリス情報局秘密情報部は、ドイツ軍が東部戦線補強のために3月までに42個もの、師団を動かすという結論に至り、早急に石油などの補給基地を爆撃し、ソ連軍を助けて、 戦争終結を早めるべきとした。ソ連は、ヨシフ・スターリンを筆頭に、英米代表とドイツへの進撃に対して英米は何を援助してくれるか何度も協議を繰り返していたが、イギリスの空軍代表たちは、本国から来た情報当局のリポートを読み、ソ連の進撃を助けるためベルリン、ライプツヒ、ドレスデンに対する都市空襲を行うことにした。2月4日のヤルタ会談で、 ソ連のアレクセイアントーノフ陸軍大将は、英米の戦略爆撃に対し二つ提案を行った。一つは、ソ連軍に対する誤爆を避けるため、ドイツを南北に縦断する線を引き、これより東への爆撃には、ソ連の許可を取ること。もう一つは、東部戦線へのイタリアやノルウェーからの増援を妨害するため、ベルリントライプツヒにある、交通の欠節点を麻痺させてほしいというとだった。 これに対しお筋で、英米は合意したが、イギリス代表であるポータルは、ドイツ国内の工場や都市の情報を見せ、ドイツ東部に位置するドレスデンの空襲なしでは、ベルリンやライプツヒの施設が破壊されてもドイツ軍は、ドレスデンを通って、東部戦線に増援できてしまう、と指摘し、アントーノフも、ドレスデンを攻撃対象に入れることに了解した。ドレスデンはそれまでにも二度空襲を受けている。 1944年10月7日と1945年1月16日で、市の中心に隣接した鉄道施設を狙って多くの爆弾が落とされていたが、ハンブルク空襲などのような市内への無差別爆撃はなかった。2月13日の空襲はイギリス軍とアメリカ軍とで共に行う予定だったが、ヨーロッパ上空の気象状況のため、アメリカ軍機は離陸できなかった。 2月13日の夕方から合計796機のランカスター爆撃機と9機のデファビランドモスキートが計1478トンの爆弾、榴弾ハイエクスプロシブと1182トンの焼夷弾を搭載し、2波に分かれて14日未明までに出撃した。13日22時14分ごろ、現地時間。 イギリス空軍のランカスター爆撃機244機がドレスデン上空に到着し、低空から目標をめがけて大量の焼夷弾を投下。2分以内に1機を除くすべての爆撃機から全弾が市外に投下された。残る1機は22時22分に全弾を投下し終えた。おびただしい爆炎が上空に立ち上がった中で爆撃機体はさらに800トンの爆弾を投下しが、これは 目標が見えない中成功したとは言えなかった。3時間後、第2波攻撃が行われた。2月14日1時21分から1時45分の間に、ランカスター529機が8軍に分かれ、航空からパスファインダー、先導機に従って1800トンもの大量の爆弾を投下。この2回の攻撃で、イギリス軍は6機のランカスターを失い、 さらに2機が起動中に墜落した。第3波攻撃は同日昼過ぎの12時17分から12時30分に行われた。アメリカ陸軍航空軍の B-17 が771トンの爆弾を駅周辺にめがけて投下。さらに護衛についてきた P-51 が路上を狙って機銃装車をし混乱に拍車をかけた。このドレスデン市街は 火災旋風に次々飲み込まれ、多くの市民が逃げ惑っていたところへ、機銃掃射が行われ。なお、この機銃掃射については、目撃したと主張する生存者とあり得ないとする、ドイツ人研究者たちの間で論争となっている。アメリカ軍は、翌2月15日にも466トンの爆弾を投下した。一連の爆撃で、イギリス空軍の投下した爆弾、 焼夷弾は合計すると2978トン。アメリカ陸軍航空軍のそれは783トンに及んだ。数派にわたる爆撃を行ったのは、爆撃の後で市民が片付けのために地上に出てきたところを狙ってのものであった。ドレスデン爆撃は基本的な爆撃手法に基づくもので、大量の榴弾で屋根を吹き飛ばして、建物内部の木材を剥き出しにし、 その後に、焼夷弾を落として、建物を発火させ、さらに榴弾を落として消火及び救助活動を妨げようという意図からなっていた。こうした基本的な爆撃手法は、ドレスデンでは特に効果的だった。爆撃の結果、最高で1、摂氏500度もの高温に達する火災旋風が収まることなく、燃え続けた。市街広域で発火するとその周囲の空気は、 非常に高温となり急速に上昇する。そこへ冷たい大気が外部から地表に押し寄せ、地表の人々は火に巻かれる結果となった。13日夜から15日にかけての爆撃の後、アメリカ軍によって、あと2回の爆撃が行われた。3月2日には406機の B-17 が940トンの、榴弾と141トンの焼夷弾を投下し、 4月17日には580機の B-17 が1554トンの榴弾と165トンの焼夷弾を投下した。この空襲には、東からドイツに攻め寄せるソ連軍の進撃を空から手助けするという一応の名目はあったが、実際は戦争の奇数はほぼ決着しており、戦略的に意味のない空襲であり、ドイツ空軍の空襲を受けていた。 イギリス国内でも批判の声が起こった。オックスフォード・コンパニオン・ツー・ザ・セカンド・ワールド・ウォーによれば、爆撃の2日後に開かれた連合軍のオフレコの記者会見によれば、イギリス空軍大将、コリン・マッケイ・グリアソン、コリン・マッケイ・グリアソンは記者たちに対し、かつて建てられたサンダー・クラップ作戦の目的は、住宅密集地を爆撃して、 救援物資を行き渡らせなくしようとするものだったという。AP 通信の戦争特派員、ハワード公演はこれをもとにした記事で、連合国軍は、テロル爆撃、テラーボミングに頼っていると述べた。この記事に続いて、多くの社説が書かれ戦略爆撃に対する論争が起こり、英国議会会員で、リチャード・ストークス議員による質問がなされた。ドレスデンの破壊は、 イギリスの知識層に不快感を呼び起こした。マックス・ヘイスティングズによれば、1945年2月までに、ドイツ諸都市への空襲は戦争の結果とは、ほとんど無関係に見られ始め、ドレスデンという言葉が全ヨーロッパの知識人に、とても多くの魅力と美の故郷、トロロープの作品のヒロインたちの逃げ場所、グランドツアーのランドマークという響きを与えていた。彼は、 ドレスデン爆撃は連合国の国民が初めてナチスを倒すための軍事作戦に疑問を持った瞬間だったと論じている。アメリカではドレスデン爆撃の非人道性が問題になった際、アメリカ陸軍軍航空軍司令官ヘンリー・アーノルド大将はソフトになってはいけない。戦争は破壊的でなければならず、ある程度まで非人道的で残酷でなければならないと語った。 第二次大戦後ドレスゲン氏は、爆撃前の資料等を参考にして、ゼンパーオーパーや、聖母教会などのバロック様式の街並みを再現して、復興させた。空襲によって破壊された後に残った瓦礫を可能な、限り使っており、新しい石材と黒くすすけた瓦礫との組み合わせによって建てられたこれらの建造物は、見るものに、戦争の悲惨さを強く印象づけている。 アメリカの小説家カート・ボネガット・ジュニアは捕虜として連行されていたドレスデンでこの爆撃を経験。後に代表作となるスローターハウス5において SF 的ガジェットを用いながらこの体験を描いた。また現在ドイツに存在する極右ネオナチ政党であるドイツ国家民主党はドレスデン爆撃も含め連合国軍による各都市への空襲について 爆弾によるホロコーストだ。第二次世界大戦中に連合軍の空爆を受けたドイツ各都市の犠牲者こそ痛むべきだと主張している。ドレスデン爆撃によって市民や多くの難民が犠牲になり歴史的建造物の多くが瓦礫の山と化した。この空襲のことをチャーチルはテロ爆撃という名前で説明している。ドレスデンには目立った軍事施設もなく エルベカ藩のフィレンツェの別名の通り、ドイツ最高のバロック様式の美しい街並みと、数多くの文化財が知られており、人々は、ドイツの中でも、ドレスデンだけは、空襲に遭うことはないと信じていた。ドイツ軍も空襲に対しては、ほとんど無警戒であり、高射砲などの兵器も、戦争末期には、他地域に移動するなどして、空襲への防備は、手薄となっていた。また、 資料によってバラつきが存在するものの当日迎撃したドイツ軍機は皆無と言っていいほどでイギリス側の損害はごくわずかなものであった。死者の正確な人数は確認が難しく未だに分かっていない。見積もりを難しくしているのは爆撃当時20万人といわれる難民や数千人の戦勝者でごった返していたからである。当時ドイツの多くの都市が 英米軍の空襲にさらされていたほか、東プロイセン地方にソ連軍が侵攻しており、ドイツ中から多くの難民がドレスデンに滞在していた。1939年に市外とその郊外に64万2000人の住人だった人口に対し、20万人以上の避難民が市内にいたと推定される。その正確な人数は、 今も不明であり、死者数の推定が困難になる要因となっている。難民のうち多くが、火炎の中で殺され、身元がわからないほど遺体が損傷したため、または生き残った者の役所など、誰にも言わずに、市内から脱出したた、難民のうちの死者数は不明である。爆撃直後の比較的しっかりした見積もりでは、埋葬者は2万5千人から最大で6万人とされているが、 歴史学者は現在埋葬者は2万5千人から3万5千人の間と見ており、1994年のドレスデンの歴史学者フリードリヒライヒエルとフリードリヒライカートの調査ではこの範囲の低い方だろうと見ている。こうした研究はドレスデンの死者は空襲に見舞われたドイツの他都市の死者数に比べ桁違いに多くはないことを示唆していた。 2010年のドレスデン市歴史調査委員会による調査結果では死者約2万5千人とされている。現在の公式なドイツによる記録では2万1271人の埋葬者が登録されており、その中にはアルトマルクと旧市街でダビに付された6865人も含まれている。当時の公式記録テイジスピフル47によれば、 3月22日までに戦争に関係あるなしに関わらず2万5千人ほどを埋葬したという。5月以降は埋葬の記録はない。後日多くの遺体が市街地から発掘されており、1945年10月から1957年9月まで2557人分、1966年までに合計1858人分の遺体が発掘された。 ドレス電市内が建設と発掘ラッシュだった1991年から1998年にかけては遺体は見つかっていない。一方、政府などによって行方不明として登録されている人数は3万5千人であるがそのうち1万人は後日生存が確認されている。近年の調査ではドイツ側による推定死者数が高くイギリス側による 推定死者数が低く見積もられているが、爆撃当時はイギリス側が被害を大きく見積もり、ドイツ側は小さく見積もっていた。ナチスの宣伝書は被害をプロパガンダに使うようになり、後に冷戦初期のソ連も同様に英米を敵視する目的で被害を大きく宣伝した。ドレスデン爆撃の死者数は最大三十万人とされているが、これはドイツ宣伝賞や ソレン歴史学者、またデイビッド・アービングのノンフィクションといった信頼性の薄い情報源に基づいている。コロンビア百科事典やエンカルタ百科事典では死者数を3万5千人から13万5千人の間としているが高い方の数値はアービングの研究による。ドレスデンの市街地の破壊はドイツ諸都市に対する空襲に比べて飛び抜けて大きなわけでもなく。 落とされた爆弾の量がこれより多い都市もある。しかし、ドレスデンの場合、折り足く気候が爆撃に都合が良く、木組みの建物が多く、隣同士の建物の地下室が火で貫かれたなど、悪条件が揃い、さらに空襲に対する防空、迎撃体制はなかったため被害は拡大した。第二次世界大戦時における、 ドレスデンの空襲での死者数は、こうしたことから空襲を受けた他都市に比べ多くなっている。例えば、イギリスで最も空襲による被害を受けたドレスデンの姉妹都市、コベントリーは1940年の2回の爆撃で1236人の死者を出した。警察による爆撃直後の報告では、旧市街と新市街東部が一つの火炎に飲み込まれ、12000棟の 建物が破壊されたと指摘している。報告はさらに、銀行24店舗、保険会社26カ所、小売店31カ所、商店647件、倉庫64、大規模市場2、大規模ホテル31、公共施設26カ所、行政施設63カ所、劇場3、映画館18、教会11、礼拝堂6、歴史的建造物5、 収容人数方の臨時病院や個人院も含めた、病院19、学校39カ所、領事館後、動物園1カ所、上水道施設1カ所、鉄道施設1カ所、郵便施設19カ所、資電施設4カ所、船と橋家19隻が破壊されたと伝えた。また、タッシェンベルク宮殿に入っていた国防軍司令部19カ所の軍の病院。 その他多くの重要でない軍事施設が破壊されたと伝えた。工場200カ所はほとんど損害を受け、特に採水根の工学機器工場を含む136カ所は壊滅し、28カ所は中規模の破壊を受け、35カ所は軽微な損傷で済んでいる。イギリス軍の査定では都市の産業施設の23%が壊滅し、それ以外の建物、 住居などの56%が壊滅したと結論付けた。市内の不動産のうち住居に関して7万8000件は崩壊し2万7700件は住めなくなったが修理不可能ではなく6万4500件は被害が小さく修理可能だと査定された。後日の調査では町の住居の80%が何らかの損害を受け50%は ひどい損害を受けたか消滅したことが示されたとアメリカ軍の報告は伝えている。さらにアメリカ陸軍航空軍の鉄道施設への14日、15日の2日間に渡る攻撃で鉄道は深刻な打撃を受けて交通は麻痺し、往来のため死活的に重要なエルベ川の鉄道橋は使用不能になり爆撃後数週間は通行止めとなったと伝えている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。